続いては特集です。今日の特集は日本銀行です。大規模な金融緩和などのニュースでその存在は見聞きするものの、実態は身近とは言えないかもしれません。広島支店は地元で何をしているのか取材しました。今年の7月3日から発行を予定しております。新しいお札、新しい1万円札となっています。その1万円、資本主義の父と呼ばれる渋沢栄一を描いた新しい1万円札について語るのは、日本銀行広島支店の井上支店長、55歳です。広島支店は観光庁が集まる広島市中区元町にあります。全国に32カ所ある支店は大きく分けて3つの重要な役割を担います。一つの大きな役割はお札というか紙幣ですね。地域の経済がこう安心して回っていけるような、そういったこうインフラをしっかりと支えていくということが実はすごく大事だと思ってるんですね。支店には一般の銀行と同じように窓口があります。傷んだ札の交換などで一般の利用も可能ですが、その多くは金融機関や官庁との取引、銀行の銀行、政府の銀行と呼ばれるゆえんです。重要な役割の2つ目は地域の金融経済の調査です。支店長室を覗いてみると、いろんな新聞を見て前の日に起こったことを改めて確認しています。地方紙、経済専門紙を含め10紙以上に目を通すのが日課です。しかし机に向かっているだけでは必要な情報は手に入りません。今日はどちらへ行かれるでしょうか。今から企業視察に行ってきます。地元経済の今を知るために現場の生の声は欠かせません。はい、この日訪ねたのは自動車部品などの設計製造を手掛けるヒロテックです。まあ、このラインが、まあ今一番新しいライン、はい、まあ、コロナがあってその後半導体の供給制約とか長くありましたけれども、はい、最近どれぐらいこう戻ってきた感じなんでしょう。 25% ぐらい一旦ダウンしたんですけど、去年から今年にかけて、まあ、やっぱり徐々に生産も戻ってきているような状態。井上支店長の探求心はとどまるところを知らない様子です。個人消費という意味ではスーパーっていうのは多くの方が訪れる非常にこう典型的なショッピングスポットなわけですので、そこで何が起こっているかっていうのはとても重要なんです。週末には愛用の電動自転車でいくつもの店舗を回ります。私が注目しているのはお惣菜なんですね。いろんなこうスーパーマーケットのお好み焼きでどのタイミングから例えば外付けのマヨネーズがなくなったかとかね、その背後に何があるんだろうということを自問自答するっていうのが結構週末のですね、こう大事な仕事になっているっていうふうに思っています。山口に実家があり幼い頃からのカープファンを公言する井上支店長。広島の経済を語る上でプロスポーツは欠かせないと言います。ビジネスに引きつけてみてもプロのスポーツチームっていうのはそのまあ観客が何千人か何万人かこう集まってきて、まあ、入場料を払って試合を見るっていうこと自体が一つの消費活動でありますし、またグッズっていうのはこれは結構非常に大きな部分だと思うんですね。スポーツをスポーツとして見るのみならず経済を盛り上げるという観点からも重要な役割を果たしていくというふうに思っています。訪ねたのはプロバスケットボールチーム広島ドラゴンフライズ。こんにちは、ご無沙汰します。よろしくお願いします。ありがとうございます。出迎えたのは浦信義社長と浅山翔吾選手です。プロバスケットボールが広島の街の中でどういう形で役割を果たしていかれるのか、まあ、ブランディングが一番重要なのかなと、はい、まあ、世の中で唯一、はい、広島ドラゴンフライズっていうクラブが唯一無二の存在であるってことは、はいはい、そのブランド力を高めて、はいはい、まあ、そのライセンスだったりですね、はい、展開していくのが最も、はいはい、経営的には、なるほど、はい、合理的で効率的なんじゃないのかな。
スポーツを見ることに対して慣れてらっしゃる方がたくさんいると思うんですね、はいはい、でそこからいかにこうじゃあ今度はバスケットっていう、うんうん、その競技に対して皆さんがどれぐらいこう理解を深めていっていただけるか、そうなんだと思います。カープさんとサンフレッチェさんといかに違う色を出していくか、2つの球団がやってないことをやっぱやらないとなかなかこう追いついていけないと思うんですけど、まあ、そういう観点を持って見てるんですけど、まあ、そういう観点がないとダメですよねっていうことだと思うんですね。今日支店長のお話だと。こうして集めた情報を分析、支店の3つ目の役割、地域に対する情報発信に結びつけます。そして定期的に記者会見を開き、広島の経済状況や景気判断を示す指数を公表しています。回復しているに判断を引き上げました。地元の人が気がつくよりも早く地域経済の変化に気がついてこその日銀支店長だと心から思っているので、今後ともその思いを胸に地域経済の調査にしっかりと当たっていきたいと思っています。新庄は百聞は一見にしかず、伝聞よりも自分の目で実際に見ることを金融政策に生かそうと、今日も広島の街を巡り、その変化を探ります。